chemicals, these colors will not appear unless it is put in the oven. And then the high temperature, then the colors appear. この陶器のね、この美しいこの模様ね、ありますよね。この、例えばマスター、聞いてみますか。この、まあ、職人さんなんでしょうかね、こういうのを作っているということで、まあ、すごい高温で、やらないとこの色が、まあ、出ないということで。まさに、すっきりの部屋ですね。This is becoming rare career to make Keshani. Now they Keshani, yeah. Arabian word. Keshani. And I don't know what happened to this master. Where is this? This is in Aleppo. これもアレッポで今どうなってるかあれをわからないません。This is my friend. We visited his place. 友達だそうですね。このこちらのカップ。Yeah, this is the same person. Same. So who is this? I don't know. That's not me. Not me. ここだとキャプションが丸未来遺跡の王子とかって書いてます。笑い。カッコして笑いって書いてます。I was not the one who titled this, so it's not me. あとはそう彼はアレッポの写真中心だったんで、ちょっとピースオンの方でダマスカスの写真をちょっと協力ということで提供なんていうか提供したんですけども、今ここに香里さんはいらっしゃいますか。香里いないのかい。いませんかね。いないっぽい。いないです。実はねここに写ってるのはその日本人で、あれなんで日本人かと。最初写真を選ぶ過程で日本、試しにこう見せただけで、別にこれ選ばれると思ってなかったんですよね。こんなのもあるんだけどね、でも日本人写ってるしねと思ったんですよ。そしたら彼が横に行こうよと、ね、なんでつまりシリアはもともと別にこういった日本人がね、こんな女の子、女の子って言ったら失礼ですけど普通に旅、一人旅をしてこういう喫茶店でこう水タバコを吹かすと、そういう時間を過ごすことができた国なんだということを知ってほしい。確かにそうだわ。Good choice. This is your choice, right? Yeah. He was stating, but this is great message. Great message. And also I heard from, I forgot your name, sorry, Darabujo. Yeah. That he was walking, he used to walk in the middle of night and he felt safe. まあ、彼も言ってたようにその夜遅く、シリアのダマスカスでもね、そうそう、夜コーヒー飲みに行っても全然安全だったっていう、そうそうなんですね。本当にそういう、僕も何度もダマスカス行きましたけど、本当安全な場所でした、ね、でここでねバスの中で女性たちが歌を歌っている姿。 Yeah, when we go as friends for some picnic, the bus or the van never quiet. もうピクニックとかね行ったとしたら、もうまず静かなってことはありえないと、もうみんなもうダンスして歌ってっていう、それもう大騒ぎさと、そういう感じで、もう女性たちだけになると女でもね、やっぱさすがこれは女性が旅しないと来れない、ね、風景かなと思います。あとこんなもんですかね。これはまた、これはまたピースソンが出てきた。これはあれですね、アルワード島っていうシリア唯一の島なんですね。シリアの地中海に浮かぶアルワードです。唯一の島、小さい島なんですけど、そこの、この青い、なんかすごくどうでしょう、ギリシャとかの感じに近い。チュニジアにも近いです。チュニジアもですね。やっぱ海の近くの町のこういう色使いのところね、ありますね。まあ、そういったのを紹介しました。あとこれから後でビサマルジャザイルさんの作品の時もちょっと簡単にシンプルに使ってその時にまたメッセージ、はい、じゃあ山田さんでした。どうもありがとうございました。後でシリアコーヒー、シリアコーヒーのサービスも彼が来ますので、ぜひ飲んでください。これでございます。前回飲めよ。はい、それでは次、前回飲めますけど、今回もたっぷりと。他は今日夏目足のおまと、夏目足ですか。こちらはですね、ちょっとこういったカロリーの仕事で申し訳ないんですけども、
柴礼さんです。ジャーナリストの柴礼さんです。実は柴と申します。はい、私と彼はなんだかんだ言ってもう10年以上ね。ね、はい、イラク戦争開戦直前ぐらいからですけどね。そうなんです、うん、で一緒にバグダッド、私イラクに関わったきっかけって、最初はまあサダム戦時代に入っていったんですけど、ツアーでやがて人間の盾という活動を、究極の反戦運動というか、ね、戦争を止めようと思って、ね、はい、そこがきっかけになったんですね、うん、イラクとの付き合いで。その時彼と一緒だったんですよ。彼は取材で、でも同じ盾として浄水場にとどまってね、同じ釜の飯をね、そうそうそう、奪い合ったと奪い合ってねそういう流れまあどうぞ、うん、まあそんなこんなで相沢さん、まあ、ヤッチーって我々呼んでますけど、ヤッチーとはその浄水場でね、立てこもって中に今空爆で窓ガラス割れてビビったりとかね、そういうようなこともあったりとか、まあ私はそれがその、まあ、初めてのすごい大きな戦争取材だったわけなんですけども、その後もイラクだとか、こっちの写真はね、ガザなんですよね。意外とその今回パレスチナの写真がなかったので、まあ、自分が提供できてよかったなと思うんですけども、イラクやパレスチナなども取材してたし、このシリアの隣の、ね、レバノンというところにも取材に行って、そこで、まあ、撮影やったりとかしたこともありました。で、まあ、ちょっとですね、今回そのどちらかというとそのアラブの日常だとか文化っていうのね、写真が多いわけなんですけど、やっぱり自分ジャーナリストなんで、どうしてもね戦争関係の写真が多くなっちゃうんですね。こっちがその昨年の夏 の、 ガザ攻撃の写真で、こちらがですね、それ以前の写真ですよね。私はそのガザには2000年に最初に初めて入ったんですよ。まだジャーナリストになる前に、海外放浪の旅に出てた頃にそのガザに初めて入って、でもその以来ずっとガザの状況ってのは年々悪くなってるんですよね。どういうことかというと、まずガザに入るのがすごい難しくなった。2000年の頃は比較的ね、簡単に入れたんですよ。で、まあそのたまたまね、アラファトが来てる時、アラファトがまあ来てる時で、で、まあその写真とかも撮ったりとかしたりしたんですけども、それからですね、その頃はまだガザ空港があった、ガザに空港があったんですね。皆さんガザのことご存知ですか？知らないって人いるかもしれないけど、まあ、パレスチナ自治区の中でも西岸地区とガザ地区っていうのがあって、まあそのイスラエルとエジプトのなんかまあ、囲まれてなんか飛び地みたいになったんですね。大阪のだいたい5分の1ぐらい の、 大きさなんですけども、そこのところに人口180万人ぐらいが、まあ、閉じ込められてるんですよ。そのガザって封鎖されてるんですよね。みんなコンクリートだとか、あるいはフェンスとかで囲まれてて、その中に人々が暮らしてると。で、まあ、そういった中で、その特に2006年、2007年頃からですね、その封鎖が厳しくなりまして、必要な物資とか全然入ってこなくなってきたんですね。で、まあそれだけじゃなくて、海なんかもその、ちょっと沖合に出るとすぐイスラエルの軍艦が撃ってくるというようなことがあったりとか、で、ひどいのは砂浜で遊んでたら、パレスチナ人家族が砂浜で遊んでたらそこに攻撃してくるとか、そういうこともあるんですよね。まあ、そういう中で日々なんか生活というものもですね、困窮していて、まあそのガザの人々の約8割が国連から何かしらの支援を受けているというような状況です。まあそういった中でですね、まあ写真なんかもちょっと軽く、結構ねキャプションいっぱい書いたんで、それをもら見ていただければいいかなと思うんですけど、結構ねガザってね、意外なことに海に面してるんですね。地中海に面してるんですよ。だから、ね、日本で取れるような魚って意外とねいっぱい取れるんですよ、ガザでも。ところがガザってもう先ほども言いましたように、ちょっと沖合に出るとすぐ撃ってくるから、ガザの漁師たちってねもう開店休業状態で、で、まあそういう中でね、一応それでもね、こういうふうにね、そこの写真みたいにガザでもねよくね釣りやってるんですけど、そういうとこ人たちがまあ来るんですよね。来るので、まあ一応全く人がいないってわけじゃないんですけど、かつての、まあ、その賑やかさというものはないと。ただね、見ての通り結構ねガザね海沿いはね結構綺麗なんですよ。で、ホテルなんかはね、意外なことにいいホテルが結構あったりとかして、だからその平和になったら観光地になるんじゃないかなとかいうようなね気はすごくするんですけどね。で、まあその中でもやっぱり
2009年にやっぱり一回大きなガザ攻撃というのがあってですね、これはキャストレッド、イライタ鉛作戦というのがあって、まあ、これは近年のガザ攻撃の中では一番ひどいものだというふうに言われてたし、私もそう思ってました。だから後にももっとひどいことになるんですけどね、まあ、そういった中でガザ北部なんかあれな形でも全部壊されてて、私いろんな紛争地行ってますけど、あんな徹底的にね町壊されてるのは多分この近辺でいうとシリアぐらいだろうね、まあ、そういうめちゃくちゃ、しかもこれただ爆撃で落としたんで壊したんじゃなくて、わざわざイスラエル軍が建物に爆薬仕掛けてそれで崩壊させてるわけですよ。こういうことをやってるわけですよね。まあそんなこともありながらもですね、そのガザの人々は、まあ日々の生活はまあ続けていくわけでして、で、まあ、あっちになんかね綺麗な服を着たお姉さんがいますけど、あの人シャハットって言いまして、まあ、私が、まあ、ホームステイしてた家の、女の子なんですよね。ガザのホテルが、まあ、みんな満杯か、人がいっぱいいるか、それとも壊されてるか、それとも営業停止になってるかっていう、そういうような状況になったので、まあ知り合いの家に泊めてもらったんですけども、まあ、こういうような結構ね、ああいったアラブ服なんかも、実は中東の、ね、女の人ってその地味なイメージがあるかもしれませんが、家の中だとね結構ねド派手な服着てるんですよね。で化粧もバッチリとかしてたりとかして、でそもそもですねこの写真なんで撮ったかっていうと、彼女が占領に反対するアートをドローイングですね、絵を描いてるもんだからそれを見せてもらおうということで、それ撮らせてよっていうようなことだったんですよ。そしたらなんかすごいバッチメイクして、で衣装も民族衣装でバリッて出てきたから どうしたんだみたいな、やっぱり外国のジャーナリストが来てその写真を撮るというから、なんかそれなりになんかやっぱりね女の子的にその綺麗にしなくてはっていうところがあって、だんだん撮影の趣旨が変わってきたりしたんですよね。はい、まあそんなようなこともありました。でその隣はですね結婚式なんですよね。結婚式の時になんかやっぱりその、他の地域でもそうだと思うんですけども、やっぱりその、ブラスバンドの人たちが来てもう派手になんか音楽流しながら、これ車のトラックにもう箱乗り状態ですよね、荷台に。でそれで街中をガーって走り回るわけですよ。でその後ろによく見るとその、ハートマークのね花飾りをつけてた車が走ってますけど、あれはその中に新郎新婦が乗ってるというようなことなんですね。まあこういうように、まあ、当たり前なんですけど、ガザでもね普通に人々は生活してるわけなんですけども、ただ一つ問題なのはですね、やっぱりガザに関しては攻撃された時はすごい注目されるんですよ。中東の中では比較的注目される地域だと思います。ただまあその日常自体が、そのガザ封鎖自体が非常にまあその、なんていうのか、非人道的というか、そのとにかくその封鎖されてるから、その物資がなかなか入ってこないし、あの服なんかも2ヶ月待ってやっと来たという話ですね、そういった中で、まあ人々がまあ困窮していくと。でそもそもそういったただガザに住んでるかということだけでその、封鎖して、で苦しめるというようなことは集団懲罰っていって国際法や国際人道法で明確にやっぱり禁止されていることなんですよ。そういった基礎的なこともね、やっぱりもうちょっと日本のメディアについて、まあ、ちゃんと報じてほしいな、まあ、自分も頑張れって感じなんですけども、そういうふうに思います。で、まあ、こっち の2014年の攻撃に関しては皆さんもテレビで見たかもしれませんけども、まあ、昨年のね7月から8月にかけて50日間の攻撃ありましたよね。まあそこについてはちょっとかなりキャプションもいっぱい書いてるし、あんまり時間ベラベラね喋って撮るというのも申し訳ないんで、まあ、簡単に説明しますけども、そっちはあれですね、発電所への攻撃ですね。ガザに一つしかない発電所が攻撃されて、でそのイスラエル側とエジプト側も電線引っ張ってたんですけど、イスラエルはそのイスラエル側からの電力供給もやめちゃったわけですね。だから1日に1時間しか電気来なくなって、まあさ大変でしたよね。でその下はそのシジャイアっていう、ガザ市の東部のね一番破壊された地域なんですけども、たまたまね鳩がねパサパサパサッと飛んできたんですよ。だからタイミングよく写真撮って、でまあちょっと自分でもなんか印象的な写真になったなと
あの思ったりもしたんですけど、ここはもう本当ひどい、完全に、町が包囲されて、逃げ場がない状態で、まあ、攻撃されたというところです。でその隣もシュジャイアなんですけども、あの女の子がね、花束と、バラの造花花束と枕を持っている。枕はね、その国連の、避難所に逃げていくときに、その、4000人いるところに200組しか寝具がないというようなね、めちゃくちゃそのみんな床で寝てるような状態だったので、やっぱりね、皆さんやってみれば分かると思うんですけど、床に直接寝るとね、頭痛いんですよ。だからみんな枕をね、必ず持ち出していったりとかするわけなんですけど、バラのね、花束は造花ですけど、運び出してっていうのはやっぱり女の子っぽいなみたいなのがあって、それがすごく印象に残ったので、まあ写真撮ったんですね。ちなみにまあそのエジプトの割と有名な新聞のお偉いさんにもこの写真見せたんですけど、まあすごいいい写真だと褒めてくれました。なんかね、まあなんていうのかな、とにかく悲惨な状況ではあるんだけども、それでもなんか生きていこうとするね、やっぱりガザの人々のなんか強さ的なものも、表現できたのかなという気はします。はい、じゃあまあそんなことでそろそろまとめないといけないんですけども、なぜ私がこの2014年の写真とそれ以前の写真を一緒に見せたかというと、特にあれ2009年のやつがそうなんですが、ガザでの、破壊っていうのは、まあ何年かおきに起きるんですよね。でまあそういったことに対して国際社会というのが何ら手を打たない、まあ、シリアの状況もそうなんですけども、その大変ですねみたいな一言のようなことでやってるんですが、そういうことであるからこそ、なんか何年も何年も同じようなことが繰り返されるという状況があるわけで、でやっぱりぜひ考えてもらいたいのは、今年の4月にですね、パレスチナがICC に正式加盟しました。要するに国際刑事裁判所に加盟したわけで、これからはパレスチナに対してのこういった非人道的行為というのは戦争犯罪で、まあ、裁かれる可能性もあるわけですね。ただそういった中でイスラエルとかアメリカとかもそういった国々がやっぱり強硬に抵抗してくるでしょうから、やはりですね、ぜひその日本を含めた国際社会が戦争犯罪許さないぞというね、立場を明確に示してもらいたいし、国際刑事裁判所に一番お金出してるのは実は日本なんですよ。そういったところからもやっぱり無関係ではないなと。でましてこういったイスラエルに武器を売るとかそういうことはやめてほしいと。安倍政権はね、本当にそういう意味では本当にろくでもないんですけども、最近イスラエルとの関係を強化していて、で、まあ日本の税金を使ってイスラエルに武器を売ろうというようなことも考えているらしいです。まあ、そういうようなこともあって、実は遠いようで近いパレスチナでした。以上。はい、どうもありがとうございました。私は一番よろしいです。はい、あと残りこれ写真集ですね。よろしくお願いします。1つ1000円です。はい、ありがとうございました。あとの座談会でもぜひ今の後半のね、まとめの話の続きみたいなのをぜひしたいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは次行きましょう。はい、それでは次はシリアの、すいません。